警告がアメリカに我が国も F-35B を搭載したい、と懇願してるらしいぜ。F-35B は無理だけど、アルバトロスならいいわよ。随分古い機体だな。まあ、当然アメリカに冷たくあしらわれているわけだが。アメリカに冷たくあしらわれる警告、気になるわね。ということで今回は、韓国我が国も F-35B を艦載したい、米軍。しつこいな、無意味だし無理なものは無理、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告は原子力潜水艦、SLBM、軽空母などの装備を進めており、米軍の核の傘から出て軍事大国を目指し、日本を仮想敵国として認定しているんだぜ。ろくな国じゃないわね。その中で、警告はその軽空母に F-35B を、日本の後を追うように搭載しようとしているというわけだ。いつも日本の真似するんだからわら。さて、そんなステルスマルチロール戦闘機 F-35 は、戦争になった時には開戦最初に、敵地奥深く侵入し、敵レーダーサイトなど情報網を破壊する任務に就くんだな。ふむふむ。そんな強力な第5世代ステルス戦闘機だが、そのステルス性能のためミサイル8発ほどしか携行できないんだ。私もアイスは8本までしか携行できないのよね。そんなにアイスを持ってどこ行くんだ。まあ、戦闘が始まり F-35 がミサイルを撃ち尽くすと、後に控えているミサイル22発を携行した F-15EX など、第 4.5 世代の戦闘機に指示してミサイルを発射させ、それを誘導して敵を撃破するんだぜ。ほほう。これで地平線遥かの見えないエリアからのミサイル攻撃が可能になるわけだ。F-35 は攻撃機であると同時に、センサーで捉えた情報をリンクするすべての味方に、提供し、水平線で見えない位置にいる味方も戦闘可能な状態にできるんだぜ。どんな有能さだよ、驚愕。さらに、AWACS 早期警戒管制機、イージス艦、両機は当然として、地上の戦闘車両に至るまで情報を、共有して敵の動きを知ることができるから、いわば偵察機の役割も果たしているとも言えるんだ。本当にマルチな戦闘機ね。ああ。そんな中、前述した警告海軍が守らなければならない海域は、ごく狭いわけだ。ごくごく狭い海域ですからねわら。そして、それは日本海と東シナ海の自国の EEZ 内であり、日本とは比べ物にならない狭い海域なんだぜ。だから、空母を持つより兵の数でも増やした方がいいのに提案。そうだな。それでも警告は軍事大国を目指して空母も装備するとしているんだぜ。なぜなら、過去、朝鮮半島は、C 国大陸国家と日本から侵略を受け続ける歴史であったからなんだ。かわいそうな警告日本が支配しちゃえばよかったのに。太平洋戦争が終わってもなお大国に挟まれ、朝鮮戦争を経験し、現在は、南北に分断された国家となっているのはやはり悲劇だぜ。うんうん悲劇っていうかいつも笑わせてくれる国だけどねわら。さっきから全部聞こえてるぞわら。しかし、昔の感覚のまま、C 国と日本に挟まれた状態を引きずっているのは、日本ではなく警告国民であるとも言えるんだな。アメリカにも組みせず、C 国にも組みしないで独自に大国を目指すには、規模が小さすぎるわよね。ああ。北朝鮮、C 国が独裁政権であることを考慮しないと危険が生じてしまうんだぜ。そもそも、警告は、自由を標榜する国のはずで、敵と味方を見間違えて日本とアメリカを敵視しているのは問題だぜ。まあ、北朝鮮と C 国と仲良しだから、実質的には日本とアメリカの敵だけどねわら。さて、そんな警告も導入したくてうずうずしている F-35 の本当にすごいところは、開発量産システムと呼ばれるデジタルセンチュリーシリーズなんだぜ。何それ？ガンダムセンチュリーっていうムック本なら持ってたけど、随分マニアックな本を読んでいるなわら。まあ、F-35 の優れた点については、ヘルメットディスプレイ、すなわちヘッドマウントディスプレイ HMD による、全周囲視界などは話題には上るんだが、この程度では本題とは言えないんだ。つまり、もっとすごい優れた点があると？ああ。例えば、F-35A、F-35B、F-35C といった、3軍の、F-15C、AV-8B、FA-18 の3機種の後継機を1機種にまとめてしまうコストダウンのやり方なんかも優れた点なんだぜ。うんうん。そして、最もすごいのは、ロッキード・マーティンを中心に、ノースロップ・グラマンと、イギリスの BAE システムズなどが加わり、世界に生産拠点を設けて同時に生産できる、システム作りが行われた、開発量産整備システムそのものが脅威なんだ。ほほう？ F-35 シリーズの開発では、FACO、MRO&U の作り方で、世界で、量産整備体制を作り機密保持も行おうとしているわけだろ？うんうん。こうした開発量産整備バージョンアップ、近代化を含む体制は、現在アメリカが進めている、
最先端戦闘機の開発体制であり、それによって C 国を追い込もうとする戦略的動きでもあるんだぜ。すごいですわ。何急におしとやかになってるんだわら。まあ、現在の戦闘機開発では、次期最新型が登場するまで、30年ほども必要で、その間、現有戦闘機の近代化を行って延命してきているのが現状なんだな。延命措置が主流なのね。しかし、その近代化と、新型機の開発交代とを比較すると、新規開発の方が、10% ほどコストが削減できると見込まれているんだ。そうなの？ああ。つまり、2機種の最新鋭マルチロール戦闘機を8年ごとに交互に登場させ、1機種ずつ交互に、16年で退役させる方が、常に最新鋭機を保有できてコストも削減できるというわけなんだぜ。絶対そっちの方がいいでしょ。だが、そのためには構想から8年ほどで開発できることが必要なんだ。そこで、モデルベース設計、3D プリンターなどを使ってモジュールごとに開発して、それぞれ同時に作業がなされ最後に組み合わせて調整されるシステムを開発したんだぜ。なんじゃそりゃ？これで、現在の試作を繰り返して、実機で多くを検証して、順に機能が開発量産されるよりも、リードタイムを大幅に短縮でき、開発全体のリードタイムが劇的に短縮されるというわけなんだな。ふむふむ。これを1954から1959年に次々と新生戦闘機を開発したセンチュリーシリーズに、なぞらえて、デジタルセンチュリーシリーズとアメリカは呼んでいるというわけだ。アメリカ天才すぎでしょ。さらに、アメリカは、この競争で C 国に追いかけさせて、旧ソビエト連邦を、解体に追い込んだと同様、経済的に追い込んでいこうと考えているんだぜ。こうした戦略的概念についていくには、警告の理解はあまりにも近視眼的ね。さて、現在、警告に売り渡される F-35 に搭載されるのは、初期型のソフトであると言われているんだぜ。それってひどくない？これは、アメリカ政府が警告から C 国に F-35 の機密が流れると見ているからなんだ。これまでも警告はブラックボックスを無断で開封してしまうことを頻繁に起こしているものね。ああ。こうした無謀な行動でアメリカからの信頼を失うことになり、警告の孤立が目立っているわけで、C 国はこうしたアメリカ側の軍事同盟の隙をつく形で、アメリカの影響力を削ごうとしているんだぜ。警告は利用されるだけなのね。ああ。警告が日本を昔の侵略国とみなし、軍事的拡大を抑え込み、警告側は軍事拡大を続け日本を武力で併合する。姿勢を見せている現状では、日本は日米軍事同盟を基軸に、警告に警戒感を持って対処するしかないんだな。しかし、最も効率よく C 国の軍事拡大に対処するなら、日米韓は3国軍事同盟を組み、北朝鮮の民主化と併合を進めると同時に、C 国に拡張主義を諦めさせるのが本筋なんだぜ。どうやればいいのよ？まず、核装備はアメリカに任せて核拡散を防ぐ必要があるんだ。しかし、それには、日本と警告を必ずアメリカが核兵器を使ってでも守るとの約束がなければならない。難しそう。これは、日本と警告に対する攻撃は、アメリカ本土を攻撃されたと同様の、認識としなければいけないということで、つまり NATO と同様の軍事同盟の集団的自衛権に当たるんだぜ。なかなかこれが難しいのよね。だよな。警告と日本も同様に軍事同盟とならねばならないわけで、警告が北朝鮮から侵略を受けたとき、日本の自衛隊も出動することになるんだが、現状では日本を仮想敵国とする警告の姿勢では難しいはずだ。日本の助けはいりません、キリッと買いそう。F-35 の整備も日本に託すことを嫌ったりしてるからな。日本はアメリカや EU と同等の技術レベルまでになったが、警告はまず契約を守ることから始めなければならないんだな。モラル、技術レベルが0に等しいのよね。ああ。現状では日本は、残念だが、警告を仮想敵国として警戒するのが正しい選択と言えるんだぜ。悲しいけど警告、仮想敵国なのよね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。